片山線、片山線、片山線、千八百五十九年十二月二十六日、安政六年十二月三日から千九百三十三年、昭和八年十一月五日は、日本の労働運動家、社会主義者、マルクス主義者、思想家、社会事業家、合派をはじめ、三作国久兵南条群、羽出木村、後の湯気町、現在の岡山県久米郡久米南町、 派手目に、庄屋や吹き屋の次男として生まれる。陽明は、菅太郎。1877年、明治10年10月、上目村、現在の久米南町孔目中の親戚、片山育太郎の養子となる。この養子縁組は、兵役器機器が目的だったと言われている。足立政府の私塾で学んだ後、1880年、明治13年に、岡山市販学校。 現在の岡山大学教育学部に入学するが、翌1881年、明治14年に退学して上京。攻撃者にて、塾ュとして勤務し、1884年、明治17年、友人、岩崎誠七に続いて、アメリカ合衆国へ渡る。岩崎とは、岡六門の私塾で、塾ュをしていた時に知り合い。 岩崎の故郷の森大村の塾僕を務めたり、戦に続いて、岩崎も攻撃者で学ぶなど、親しい間柄だった。留学中も、近結の片山のために、イエール大学学友の大久保利武や松方、康次郎に寄付を頼んで仕送りすると、生涯にわたって支援した。サンフランシスコ郊外産ラフェールという村の、小さな家塾で皿洗いをして働く。その後、 サンフランシスコ下町の大工の家、ポノマの宿やアラメダの家庭にコックをして住み込む。アラメダで中国人のキリスト教会に通い英語とキリスト教を学ぶ。そして1886年11月組合教会の教会でキリスト教の洗礼を受ける。その後、苦学してメリービル大学、グリンネル大学、アンドーバー神学校。 AL 大学進学部で学び社会的キリスト教の眼科を受ける。また、プラトンやソフォークレスなどの原点を通じて西洋古典学を治め、学位を取得して1896年、明治29年、帰国した。帰国後は牧師家伝道師を志望したが叶わず、イギリスを源流とするアメリカのセツルメント運動に共感。宣教,教師、ダニエル・クロスビー・グリーンの支援を受け、 友人である高野ふさたろうと共に、神田区三崎町の自宅を改良し、キリスト教社会事業の拠点として1897年、明治30年、日本人最初の林保館である、キングスレー館を設立した。キングスレー館の運営の傍らで、片山は労働運動に力を尽くし、1897年、明治30年12月、労働世界を創刊し主筆を務め、 日本で最初の労働組合である、職工義友会、労働組合規制会の設立に大きな役割を果たす。1897年、明治30年4月に、中村太八郎の社会問題研究会、後の社会主義研究会結成に加わり、1901年、明治34年に、社会主義研究会を開組した日本で、最初の社会主義政党を出る、社会民主党に、 高徳周水らと共に入党した。また1903年、明治36年12月に再度渡米し、翌1904年、明治37年、第2インターナショナルの第5回大会で、安倍伊藤と共に本部員に選ばれていた片山は、アムステルダムで開催した万国社会の第6回大会に出席。折しも日露戦争の最中にあって、 ロシア代表のプレハーノフと共に労働者の反戦を訴えた。1906年、明治39年、日本社会党決闘に参加。しかし、片山とアベラは、議会政策論を解き、直接行動論を取る高徳周水らと対立し、他元を分けた。1911年、明治44年、東京自電ストライキの指導を行ったとして逮捕され、投獄された。 1912年、大正元年9月、大正天皇即位の大社によって出没。その後、1914年、大正3年にアメリカへ亡命し、1917年、大正6年のロシア革命により、マルクスレーニン主義に傾倒。アメリカ共産党、メキシコ共産党の決闘に尽力するなど北米での教主義活動を行った。1921年、 大正10年、ソビエト連邦にわたり、コミンテルン常任執行委員会幹部となる。国外にあって、日本共産党決闘の指導を行い、また、国際判定同盟を指導し反戦運動に従事した。任務の取得ができない人物であると同時に、あまりに業務遂行が非効率と判断され、数度の海外任務の後、モスクワに留められた。滞在していたアパートで、 日本人女性と同居していたが、コミンテルンには娘だと説明している。それまで、片山はコミンテルンに既婚であることも報告していなかった。日本共産党はこの娘の存在を把握しておらず、コミンテルンは彼女を日本の秘密警察のスパイであると確信したとされる。1933年、昭和8年11月5日に、敗血症のためモスクワで死去。 9日に行われた葬儀には15万人のソビート市民やコミンテルン指導者らが集まった。棺に付き添った14人には、ミハイル・カリーニン、ヨシフ・スターリン、ビルヘルム・ピーク、君、ベーラ、ノサカ33たちがいた。遺骨は、クレムリン宮殿の壁に、他の倒れた同志たちと共に埋葬されたほか、脳は、頭脳研究所の解剖学的材料にされた。 実父の国兵は、千が三歳の時に離婚して、僧侶となった。千は1九歳で、片山育太郎と37歳で、片山常吉と養子縁組した。妻の横塚府では、岩崎誠七の登園、実定、亀次郎の妻の親戚で、1897年に結婚し、1899年に、長女安、1901年に、 長男官一を設けた。1903年に筆が死去したため、1907年に御歳として原、原玉、玉物子を迎え、翌年次女の千代が生まれる。長女は大正初期に仙とと弁して、踊りを習い、原信子と共演するまでになり、原と共に通した。長男は筆没後、岩崎の弟、亀次郎や、 5歳の玉の実家で育ち、慶応大学予科に入学したが、22歳で病死した。次女は昭和初期にロシアの父親のもとに赴き、モスクワで働いた。比叡さんの大僧場から全工事大官人の飲酒となった水尾弱業は千の実定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。